株式会社、レコチョクは日本の IT 関連企業。また、レコチョクは同社が運営する有料音楽配信サイト。社名は運営サイトの救名のレコード会社直営に由来し、その名の通り国内主要レコード会社の共同出資による企業であったが、2013年12月より NTT ドコモが筆頭株主となった。 国内最大級の音楽ダウンロードサービスと聞き、放題サービスを展開。近年は B2B 領域にも事業拡大。コミュニケーションスローガンは、音楽は夢を見る。タタフル配信自社サイトにおける年間ダウンロード件数上位楽曲を発表している。集計期間は毎年前年の12月1日から当年11月30日まで。 歴代の年間1位は以下の通り、2008年から不定期で新人歌手を対象とした音楽賞を開催している。毎回20組程度が参加し、期間中にエントリー曲の着歌が一番ダウンロードされた歌手がグランプリとなる。第2回まではレコジカ新人杯という名称であった。歴代のグランプリ受賞者は以下の通り、ありがとうございます。